2021年4月10日、今日朝も、昨日と同じく、よく晴れた朝、2日連続で、だるま朝日が観測できそうです。出た出た。今日も出た。2連ちゃんです。だるま朝日とは、昇ってくる朝日が水平線に差し掛かったとき、もう一つの太陽が現れ、まるでだるまの頭が胴体にくっついたように見える不思議な現象が起こります。これは海水と大気の気温差により、光が屈折して起きる自然の芸術です。これが瀬戸内海沿岸でも起きます。こうして、今日朝の天体ショーは終わりました。